くださいそう私本当にアニメというアニメを見たことがなくてなんかちっちゃい頃とかちっちゃい時のアニメとか見たことあるんですけどそういう何て言うんだろうアニメを見たことがないんですよちゃんとした。でこうやってね初めてこうやって私がハマるアニメを見てもう終わっちゃったのが悲しくてもう無残って感じ。<laughs>

でも楽しい面白かっためちゃくちゃ面白くてやばい流行りに乗り遅れたのが本当に一番ショック今年のでも本当につらいつらいでもやばかったとりあえずでも今のが今日見たのはその糸山みたいな雲山みたいなところから降りて下山のらへんからあ待ってどっから話してないみんなと糸のとこから糸のとこから話してないよね多分稲野。 とりあえず山のあそこはすごい長い戦いでしたねえもううるっと飽きた全部恋柱みたいな恋柱だっけ恋柱あってるはいたね可愛かったねえもうとりあえずえもう言いたいことはたくさんでもやっぱり鬼も鬼でなんか全部思い出があるんだなって思ってえでもルイだっけルイのさなんか姉みたいなのいたじゃんあの人はちょっとひどいやっぱりだって昔さ てさ、仲いいかあなたは本当の妹だと思ってるわって言ったのチクってねほんとに稲のも柱になりたい柱になりたいそう裏切って嘘ついてあれはもうもうあれはまあ仕方ないもうああなっても仕方ないと思うけどいやるいもるいですごい過去にねいろいろあって。 わかるんですよその気持ちはでもね本当にお父さんとお母さんじゃあ地獄までついてくよって言ってくれるところがもう家族愛がねもう本当にもう素敵だなっていう家族のもう絆絆がす,がすごいすごいです本当にねえもう炭治郎がいいやつすぎてもう本当にもうあのさこの横髪の子いたじゃん名前何あれあの拾った子ダニがすごかった子 か,の英かなおがかなおは私ちょっとライバルって感じですねかなおとちょっともう炭治郎炭治郎好きなので私もでも決められない推しが決められない本当にでもね もう推しがき決められないもうもう、もう私 DD だ <laughs> DD だわだって義勇だっけ義勇も好きだし鱗崎さんも好きだしサビトも忘れられないし<っ>でも決められない 本当にダメだよみんなネタバレらしいだからね本当にダメ本当にダメだよ本当にダメひなのだけ話していいの <laughs> あ無惨みたいなこと言っちゃった <laughs> 無惨なこと言っちゃったけど本当にやめてくださいえ本当にどうしよう,こうねひなの多分恋柱なんだよね本当にみんな素敵って感じもうみんないいところがあるもんだってでも無惨は本当に 荒れすぎる自分勝手本当にダメだってね俺がしゃ,しゃべったらお心ねもうあなんかやられちゃってでそれでなんかね賛成もどっちにしてもやられちゃって皆さんは早く倒したいなのはもう私はどうなったか分からないんですよ何も知らないのあの続きをアニメしか見てない でもムザンにもきっといろいろあると思うんですよきっとどの鬼よりも辛いまあ、どの鬼も辛い思いして,てその人にその人によって比べるもんじゃないんですよ辛いのって度合いってねだけどきっとムザンもすごいすごい辛かったと思うんですよねでもあの人は結局いい人だったね蝶々の人蝶々の人はすごいいい人でした 伊之助はあ、ね、おシシればあれ本気出すってのも知ってたしあれ善逸を一番応援してますって言ったらもうそれはねやる気出すってのも知ってるからもうねそう忍さん忍さんは分かってるあの人は。あおみさんから優しい音がする優しい匂いがしますか私から。 もう迷っちゃうあんなな決められないだって勇もさやばくないだってねかっこよかったあの無言なところがまたねなんで善逸なの善逸も確かにギャップかっこいいけどうるさいちょっと <laughs> 善逸はうるさいのちょっと落ち着いてほしいしうん、まあ、確かにでも本気出した時本気出した時のあの イケボになるところ急にあれはたまんないですね女子はきっとえみんな善逸なんだ、まあ、ギャップは確かにすごいねで柱のあの柱誰だっけ傷だらけの柱血をこうやってピッてやっておいしそうだろうみたいな篠塚品菅は 支那菅原は私は一番もう許せない。もうね。炭治郎に続きしてほしい。早く続きしてほしいです。でね、そこはもう可愛いね。おね。ずこね。あの我慢してさ。ちゃんともうえらいよね。そこをね。そ偉かったね。あれはでピッてやるとこも可愛いし、なんかなんか反抗するとかじゃなくて、なんかさ。なんか飲まねえよみたいな食わねえよ人なんてとかやるんじゃなくてピッてやるとこがまた可愛いですよね。 あ私の兄がここにいて兄がすごい詳しいんですよ <laughs> 兄はね詳しいんですよねそう家族でハマって本当にみんなでそのご飯中に見るっていうのがその最近のねブームっていうかなんかもう日常みたいな感じだったんですけどもう終わっちゃって私たちはもう会話沈黙ですねご飯 <laughs> ね、無限列車みたいやねあの無限のさなんかさいいの映画のなんかまだアニメ見る前ねそのあのさ「炎なんとかだぜ」みたいなポケモンのサトシみたいな人いるじゃん柱サトシの柱みたいな何あれ誰だっけえあそう煉獄さん煉獄さんってみんなが言うの知ってたの日なのなんか煉獄さん煉獄さんみたいな何煉獄さんってみたいな感じだったんだってだけどなんか名前だけ知ってなんか顔と 顔は知ってたのなんかでこの人が結構主役だよとかもなんか本当興味なくてあそうなのみたいな結構聞き流してのがあってなんかすごい天使なんかファンに何かファン私がもうなんか「あっこれこれ!」みたいな「待ってました」みたいな気持ちになってすごいもうねあれだったなんだっけ なんだっけポワポワポワだっけホワ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 しました気持ちがそうえもうほんとにうるってきたもうどのシーンもなんか素敵すぎるしなんかもうみんな素敵でしたね もうハマっっちゃったこれはなんかがハマる理由かかったなんか今のは分かんなかったんですよ本当にアニメとか全然興味なかったからなんかみんな,きなん「鬼滅の刃」だよね「鬼滅の刃」「鬼滅の刃」って何言ってるのみたいな感じだったんです別に何言っててもいいんですよ皆さんが。なんか何についていけなくてもう話についていけないよみたいな感じして何,な何がきっかけ お兄ちゃんが勝手につけたんだっけ鬼滅そうだよね確かでなんか見てみろみたいな感じであでもひなのもなんかアニメとか見てみたかったからすごい見てみたいみたいな感じで見たらドハマりまず炭治郎がひなの知らない炭治郎っていう単語は聞いたことあったのなんか炭治郎が誰か分かんなくてそしたらまさかの主役が炭治郎っていうのでもうわわってなったしなんかもう 知ってる名前がなんかキャラクターの名前とかなんかこの顔は見たことあるとかあったからなんかそれをなんかあこれこれみたいなのが楽しかったです花江くんって誰だっけああの村田さんあ違うまた別花江って誰だ花江くんって誰 あ炭治郎さんの声優炭治郎さんとかにちょっと炭治郎の声優違うあでも声優さんだってあ炭治郎の声優さんの花江さんってあそこまでは兄も知らなかったのでミーハーでございますごめんなさいね皆さん兄がミーハーで <laughs> ごめんなさいねでも本当にすごいもう素敵でした本当とにえもう早く漫画も見たいし映画も見たいしなんか忙しいなんか新しい趣味を見つけた気分ですごいうきしてます。 なんかこんなに何かにハマったことがなかったので嬉しいえサイコロステーキ先輩ってさみんなが何言ってんのと思ったのにサイコロステーキなんて出てこないよみたいなそしたらその気持ちが分かったあれでしょあやとりのるいの技でしょ絶対ルイ強すぎるよねなんかあれはもう無敵でもそれを義勇がさ「炭治郎めちゃくちゃ一生懸命頑張ったんよ」「めちゃくちゃ一生懸命頑張ったね義勇もさ」ってさ そんなことあるあの炭治郎の頑張りがなんか切ないそれでも泣きそうだったしあの炭治郎とさあのさ禰豆子がめっちゃさ力合わせてさ火の呼吸みたいなやったじゃん。あん時にさ火の呼吸ってやった時にあのるいが結局無理だったの倒せなかったの自分の首自分でこうやってピシッてやったからみたいな。なんかもう むかついたもん悲しくてなんか悲しかった始まりの呼吸は私は知らないんで本当に言わないでくださいなんか漫画を読めば分かるらしいので本当に誰も言っちゃダメですよこれは私は絶対漫画を読むつもりなので本当に言っちゃダメですよそう そうですよねちょっと皆さん今まだ「鬼滅」見てる方はネタバレってやってきますねテロップに <laughs> もう遅いもしかしてもう遅いかな、ね、ごめんねネタバレなので皆さんネタバレし,したくないよって方は是非ネタバレするので私はネタバレするタイプです本、うんに申し訳ない本当に申し訳ない,本当,に申し訳ない本当に楽しみにしてた方は申し訳ないけど私はもう1年越しで見てるので なんかごめんなさいそう今頑張ったアニメ全部見終わったのにまだ追いついてないっていうはいネタバレしてますまだ全体の3分の1なのこんなに濃い話ででも確かにその下の1以外はみんないなくおなくなってそれで。 これから多分「無限列車」での戦い「無限列車」っていう映画の名前も知ってたからえ次のじゃあこれはみんなネタバレしてよ題名だけね「2」の題名は何なの?「2」出るじゃんえツ2」出るんで知らない?「2」で「2」「2」えっ「2」決まってないの されてないんだまだ。ええー、無理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 。されてくんないと。え、えじゃあ漫画はさ、もうツーの話も出てるってこと。えじゃあ漫画見ない方がいいじゃんこれ。え迷うね。え迷っちゃうね。これどっちがいいと思う？え、そうなの？なん絶対漫画迷お見ようと思ったのに。 え漫画完結ってそういうことはの漫画の続きが見れると思ってたのなんかこの話がもっと細かく書いてあると思ってアニメの分がえ見ちゃダメかなえめちゃくちゃでも見たいのめちゃくちゃ見たいのえ漫画からアニメで二度たし楽しむこそえわかるよそれも分かるんだけど逆にアニメを見てから最後にちゃんと漫画で見た方がいいのか だって今のアニメからスタートしてるからどっちがいいんだろうえ待ってえこれが最大の悩み、えー、映画は見たいほんとに3年は先になる映画やるのがそれはじゃあもう漫画見るわさすがに3年なの結構秋き性なのでもうそんなに保てるかその気持ちを。 本番はネタバレしてますえアニメ二期やるのえいつえこの続きえ映画でしょその続きは映画の続きがアニメでやるってことあ、それもへー待って困るんだけどなんか普通に追いつけない追いつけないあ、アニメ映画の繰り返し あ、アニメ映画2期映画ってことじゃないだからじゃあ映画だわこれはあそういうことじゃあ漫画読まないもんえ、でも今結構漫画読みたかったんだけどだってもっと細かく書いてあるんでしょ漫画の方がだからアニメのとこまで漫画読めばいいのか今やったとこまで無限列車行く前。 そういうもんじゃない、そういうもんじゃないらしいうわそう、今のこのね盛り上がりの時に盛り上がっとかないともう盛り上がらなくなった時には盛り上がらなくなっちゃうのでそう、押せる時に押せってやつですよ、これは私はそういうタイプなので、押します、今七巻は危険、ありがとう、じゃあ6巻まで読もうかな でも漫画漫画読めるかななんか男の漫画ってなんかグワンみたいなバーみたいなあワンピースをなんちょっとだけ読んだことあるんですけどだいぶちっちゃい頃にねなんかお,あのお兄ちゃんとかジャンプとかさよく買ってたからさそういうの見るじゃん。だ,だけどもう本当に何がわかんなくて何が何かねそうだから全然なんか理解ができなかったんですけど。 そう青海はミーハーですね作者は女の人らしいねもうこんな素敵な絵が描けるのはすごいよそうすごいよねでもちょっとグロすぎる本当にグロいなんか黒いでも絵が素敵なんか背景がねっ振りがあるらしいのでそれは本当に私たちはいつもなんかアニメにさ題名が出るじゃん 毎回そのアニメの例えば「家族の絆」みたいなそういうのを粗品風に私がいつも読み上げるんですよ「家族の絆」みたいなでそういうので私が言っててでなんか毎回それが漢字の勉強みたいな感じで毎回読み上げてだけどお兄ちゃんがそれをかぶせて「いやーなんとかでした」みたいな <laughs> 正解を答えるっていう何かちっちゃい漢字の勉強をしてました。 そう,そう私は毎回漢字が難しいんですよ名前ももう覚えらんないみんな難しすぎてそうそう本当に日の多分家族とかだったら見れるんですよ一人でなんかそうやってアニメとかすごいみんな話してるからそのメンバーとかがねすごい好きな子が多いので私も勉強しようと思って。 約束のネバーランドを見よようと思ったんですよだけどもう鬼が鬼もあれも鬼じゃんあれも鬼鬼つながりなんだけどんなんかそのちっちゃい子をついてたぬいぐるみかなんか忘れたからついてた時に鬼がバーンって出てくるんですもうそれに私移動中に見てたんですけどビクって本当になっちゃって移動中にも恥ずかしくてそれも恥ずかしかったしもう心臓がバクバクなっちゃってもうすぐ消したのもうスワイプスワイプ。 もうそれぐらい怖くてもう見れないこれと思ったんだから「鬼滅」も結構グロいって聞いてたからちょっと見れなかったんですけどでも「約束のネバーランド」も面白いって言いますよねでも「鬼滅」本当に面白かったなんかもう深いてかもう炭治郎がいいやつなんだってめちゃくちゃもう否めないなんか否むとこないもうなんか本当とにんうねもういいやつなのめちゃくちゃお兄ちゃんって感じ。 でも炭治郎はもう神推しみたいなもう炭治郎はもうみんなの炭治郎って感じでも遊戯だけ義勇だ義勇毎回間違えちゃうの義勇はなんかもうかっこいいでも鱗崎さん、もうめちゃくちゃかっこいいんよ いいのこんなにはまるのは多分本当に珍しいの自分がもう本当にいいやつだよでそのねあのヘ蛇の人も嫌いです炭治郎を息できないぐらいまで抑えてた人そう稲の熱しやすく冷めやすいからそう熱してる時にいっぱい。 いっぱい見たいカナエさんは誰だっけカナエさんは誰だっけやっぱ映画を見るべきだよねわかるカナエさんかなおさんかなおさんって誰 あ、あ、コインの子かコインの子かなおはマジでライバルみんなのみんなのみんなの炭治郎あれはんあかなえさんああ、ああ,あお姉ちゃんかお姉ちゃんだかなおはえあかなえだ <laughs> 似てるんよなあ自分がつけたのかお姉ちゃんたちが しのぶが蝶の人、はあなるほどねでもかなえはお姉ちゃんでしょお姉ちゃんはすごいなんか鬼と仲良くしたいみたいな感じなんでしょそうだよいやダメだ,めだ母ちゃん寝てたもんだって寝てましたこの方寝てたのになんか え、どうなったみたいな、聞いてくるから、いや、寝てたでしょって、もう今話してもわかんないでしょって言ったら、え、寝てたみたいな。気づいてないんですよ。<laughs> 本当に。後で復習してくださいね。はい、そう、ひなのは疲れてても。 ちゃんと全部見終わりましたいやでも本当にいいね気になるああもう売り方がうまいわ作者さんは気になるなんかいいねなんかアニメが映画の続きっていうのがいいねまた見たいもん気になってでまた映画見終わったらまたアニメなんでしょう,うわ,わーうまいわうまい 歌もない,いね強くなれる理由を知ったはめられましたわ僕をほらありがとうハローだった from インドネシア Thank youI love 鬼滅の刃 ね、これでメンバーの話もついていきますよでも私ハマるともう日常でも使っちゃうんですよなんかもう話してる時に「いやそれも炭治郎やん」みたいな「<laughs> いやなんかすごいなんか冗談でなんかなんかなんて言うんだろう何て言うんだろう「いやそれも私のだから」みたいな感じになるじゃないですかそしたら「<laughs> うん無残かお前」みたいな <laughs> 感じで使っちゃう私 <laughs> 使っちゃう,使っちゃうそう影響されやすいんです私えでも本当に面白かったえマジでよこんなに面白いアニメだと思わなかったよやられました なんかもうね,もうね話したいことはたくさんあるのっけどなんかもういっぱいいっぱいで皆様どのシーンが好きでしたアニメでね他の話はダメですネタバレはダメです絶対に絶対にダメです 皆さんどの部分が好きですか私はえや、ー、もうなんかいっぱい泣けるしやったその手紙のシーンも泣けたしあれ炭治郎が骨塚を一生懸命守るところさやかちゃんね見終わったよアニメねさやかちゃんどうしよう待ってこれさ <laughs> 何？びっくりしたねさやかちゃんどうしよう今のねもうみんな好き え、さやかちゃん誰推しなんだっけ私は「サビット」だったけどちょっとみんな好きになっちゃってね善逸がね意識あれはほんとにギャップすぎるねかっこいいねあれは惚れるよねみんなだってギャップ好きだもん女の子。 さ誰が好きなんだっけ音柱待ってもっと上行ってるもしかしてさやの好きな人ってさやの好きな人ってもっと上行ってるよねこれダメあ派手な人あれなんかさはそのそのやり方うずうずするぜみたいな人嫌だよあの人なんか嫌だ サーヤ漫画読んでんの上だなそれは負けたひなのからしたら柱だよサーヤは悔しいひどいえ確かにまあ強そうえまだひなのはその人のこと知らないのよ全然その人のこと知らないから 奥さん3人いる大問題じゃん待ってダメネタバレしたら奥さん3人いることもネタバレしちゃダメ絶対もうダメですいや見たら好きになる本当に柱好き今のも結構柱好きだけどね <laughs> 急にマウント <laughs> 急にマウント <laughs> <laughs> 急にマウント取っちゃったごめん結構ね柱好きだわひなのだって遊戯好きだし義勇だった <laughs> <laughs> やばいエミーハーバレるほんとにエミーハーバレるほんとに 義勇しか勝たん柱は柱は柱は柱しか堅いよ正直でも炭治郎と並んだ時にあれ柱のでかさにびっくりしちゃって柱ってあんなでかいのみたいな身長とかも固いとかがなんかもうすごい異次元あれ何センチなんですかね実際え第1話の柱さんはまあ確かにいい人だったよすごいこの根豆子はって読んでくれた人だし すごいいい人なんですけどなんかそこよりもやっぱり今回のやつの方でも義勇さんは義勇様と言った方がいいんでしょうかってぐらい私はもう富岡義勇意外とちっちゃいんだね1 7 6ンチだって意外とちっちゃい小柄なのねそしたら炭治郎160ってことちっこえちっこくない 昔の人からしたら大きいんだああそっか子供なのか炭治郎忘れてたわ忘れてた もうあっちの世界の人はみんなでかいっていう想像を勝手にしちゃったのでちっこって行っこてたんですなんかもう炭治郎とかでも170あるみたいななんか勝手なイメージしてた普通に多分何て言うんだこの世界日本,日本人はさそんなさ身長高い人の高い人の方が珍しいからさ小さい人なんてたくさんいると思うんですけど全然私の勝手な何 鬼滅の刃のあのー、世界ではもうみんなでかいと勝手に想像してましたじゃあ,あのみんなみんなをねディスったわけじゃないのごめんね <laughs> ほんとに <laughs> ごめんなさいそういうわけじゃないんだよほんとにそう巨人族だと思ってたんですほんとにほんとに私のこの軽い 発言に本当に申し訳ございません傷つけた方はさーのコメントさなんか分かんないなああいもあんまりそんなことないよ そうっすんさえもショールームしてるのもう語りたいけどねなんか今コラボ配信の仕方がわからないの多分なんかね一回ねね一回ね一回ねなんかさえんかみえみえちゃんかちゃんかちゃんかちゃんに。 長男だから我我慢慢するね優しい <laughs> ごめん、ね、我慢する本当に違うからねみんな本当にあの私はすごい内容がないく簡単にパッっていっちゃうの本当に反省してますし本当に私の悪い癖だと思ってるんですけど本当に深い意味なくて私はこのもう本当に何て言うんですかこういうの言い訳になっちゃうかもしれないんですけど本当にこの私はこの現実に すごい高い人たちがいるのが当たり前だと思ってないですし別に小さいからといってなんともなんだ身長なんて関係ないんですよその私は勝手ななんていうの炭治郎は170以上あると思ってたっていうっていう,もう無惨だねひなのこんな姿ごめんなさい <laughs> 本当に無惨だ本当にお恥ずかしいです本当にごめんなさい無惨ですね本当にごめんなさい でも本当に傷つけた方は本当に私は本当に申し訳ないと思ってます。本当にごめんなさい。そんなに謝られるとガチ感出るやんそれ本当に分かってるのガチ感を出したくもないんだけど本当に無残本当に無残。いや申し訳ないなと思って本当に傷ついた方がいたらでも勝手に炭治私じゃあ勝手にもう最後にするねもう炭治郎は勝手にでかい人だと思ってたのでちっさっていましたでも本当にそんなけです。 でも本当に無残な姿を見せて申し訳ございません。アミさん無残は好きじゃないですやめてください。<laughs> 無残だって自分勝手だもんやだ。推しは無残やまあいいです私が無残って呼ばれてもいいけど私は無残が好きじゃないです。 <laughs> さん言いたいだけ <laughs> バレた <laughs> ちょっとでも今のは本当に軽は,ずみのはず軽はずみの発言が多いのでちょっと気をつけようと思うので皆さんなんかもしねこういうのは気をつけた方がいいよって思ったらぜひ私に教えてくださったら覚えますコスプレするなら誰、えー、誰にしよう可愛い,いのがいいよね いや、ねずこはなんかもうありきたりじゃないもう流行りは終わっちゃったじゃん、うん、西さんの箱に入れて背負ってほしないなじゃあナの炭治郎やるわ炭治郎やりますわじゃあね逆に鱗崎さんみたいな <laughs> 逆に鱗崎さんみたいなおもろいけどね 鱗滝などうりでいないのさなんかツイッターに書こうと思ったらさ「うろこ咲き」でさ「これザキ」って読むんだと思ってひなのでも「ザキ」って言っても「滝」出てこないからさ「うろこ滝」って調べたのちゃんとひなのうろこ滝さんなんだ早く言ってよでもやっぱり私はサビともう裏,裏切れないので。 あーこれはミーハーバレた <laughs> ミーハーバレちゃう確かにガクトさんあのガクトって分かるでしょ有名人のがムザン絶対似合うよね絶対似合うねあれはうわー終わっちゃったのが結構痛い今の時に 上限の鬼もかかっっここいいいいてえ鬼鬼にるの鬼怖いもんなんか顔がなんか怖いでも確かにムザンもかっこいい目だよね確かに漫画を読みたいよ読みたいんだけど迷ってるのすごい私は漫画を読んでしまったら全て分かってしまう分かってしまったらなんかきっと私はもう終わったって思っちゃう気がするの このワ「クワク感がたまんんないじゃわかるこのあ次見たい」みたいなそのアニメってそういうとこがハマるでしょわかるでしょ読んでもアニメは面白い本当にあなにもう無限列車で上限上,上の鬼出てきちゃうの うわーそうじらすダメだよみんなネタバレだからダメですよしっーですよ危ない危ないエヴァンゲリオンも知らないんですよ私なんかこのみんなね「ドラゴンボール」しか勝たんみたいな。 こと言ってるの「ドラゴンボール」もわかんないし「ワンピースも見たことないし「進撃の巨人」もなんかこの世では、ま、流行ってるアニメ私は見てこなくてやっと「鬼滅」で入れたんですこの世界に。ね。でも本当にもうすごいいいアニメなんかねあもうなんかすごいアニメを楽しめするだけじゃなくてすごいなんかいろいろ考えさせる。 られるっていうか、あ、もう素敵みたいな。家族って素敵だなみたいな。気持ちになる。そう、サザエさんって。どこから、毎回話が違うから。なんか、どっからでも見れるから、私は結構暇な時とか昔見てたんですよ。でも、え、マン。あワンピースとか。その、私、兄が大好きなんですよ、ワンピース。で、それで、ね。 私はそのアニメをそんなに「ワンピースはもう2年後に「会うまでで止まってたんですよで2年後のアニメとかやってたけど私はなんかたまに見てたけどもう次見た時はもうさ話が変わってたりしてたからそれからもうなんかもうついていけなくてやめることが多かったのでそうでも今回はね「鬼滅」全部見れたので嬉しいですね しかもワンピースってもうこっから巻き上げようとしてもむずくない <laughs> ねもう何百何話とかもあるでしょもうねすごいあれはもうねでもそれぐらい続けられる「ワンピースってやっぱ国民的アニメだよね「ドラえもんだよドラえもん」 <laughs> えうんう何何何何言ってるんだお母さんが何かよくわからないことを言ってたので一回無視したいと思いますあそれはんか映画化するらしいですねファンの方が言ってましたもんかもうね 余韻がすごいなんかもう気になるもう今すぐにも映画が見たい映画まだ出てないのあ出てない映画館でしかないの漫画,え無理漫画無理漫画無理漫画見たらだって今のはアニメでさハマったしさ雨ってさ雨じゃないアニメってさめっちゃ楽しちゃったねアニメってさなんか 見てるだけで話が進むじゃん。でも漫画ってなんかさ、こうじろ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 ペラじろ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 ペラみたいなそういうのがあるので、そうマジかやっぱりああみたいみたいみたいよ。 え <laughs> 映画見たら変わるやっぱ変わるよねえな何「鬼滅の刃」と「4DX」みたいなの,あんのえー、風がビューってなるのえやりたい行きたいえだから炭治郎の風とか感じちゃうってことでしょ走ってる時の、まあ、それはもういいなの絶対 4DX にする映画行くなら絶対そうしますえだってもう世界に入れるじゃん でも鬼においかけてきたらなんか怖いねなんか匂いそうあのこの臭いみたいな雲の匂いがみたいな臭くて鼻が痛い鼻が壊れたみたいなことになりそうでもあの子も可愛かったけどねるいも。 でも謎に謎になんか無ンはいい匂いしそうだから悔しい無ンは多分いい匂いだと思うんだいなのか臭くない気がするのそれが悔しいいやイケメンだからかとかじゃなくてなんか無ンは潔癖そう若干。 るい、ね、がさあそう家族の戻るシーンとかねすごいでもそうあそこに無ンが来てさかわいそうにじゃないんだよ違うだからって鬼にするって違うと思うしでもその時のさお父さんが「俺も死ぬから」みたいなもう <laughs> 泣けると思って家族の愛だなって思いますそしてお母さんがさ「丈夫に産んでやらなくてごめんね」っていうシーンがさ本当に。 ちゃんと愛されてたのに愛されてたのにもったいない鬼になっちゃうなんて違うんですよでも確かにそうやって家族になるでも奥さん分かるよ分かる家族にそのな作り物の家族だっけ題名なんだっけ偽物の違うえ寄せ集めの家族 <laughs> そうだ思い出した <laughs> 寄せ集めの家族だ思い出したそうそれがね なんかすごいその家族に作られるのすごいなんか悪いの気持ちも分かるし寂しかったんだろうなって思ってそういうのすごい分かるんですけどなんか家族にする時のちょっとあれはちょっとグロすぎだよね。ねえここグもう痛い家族にするまでの試練がすごい。 そうもう,かもうちょっとさ優しくね家族なら。ねえ全鬼って結局鬼も鬼もで悲しい過去があるんでですよでも鬼に食われちゃった方々もなんか悲しいことがあったからって言って食われていい人間たちじゃないのでなんか複雑な気持ち。なんか鬼もでも鬼ももでは 絶対生まれ変わったほうがいい本当になんかもったいないもったいないですだってもしさなんかあったら「無ンが来るんだよそんなビクビクしながら行きたくなくない?」「無ンって名前言っただけでさ口から手が生えてくる <laughs> <laughs> 怖い怖ヒナノなんて絶対言っちゃうよ簡単になんか無惨なんて言わないようわあみたいな <laughs> 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 あの最,最初に出てきたさオレンジの子みたいに絶対なるもんヒナノ絶対言っちゃうもん絶対言う自信があるか絶対なのを鬼にしないでほしいほんとにそうマリの子 ね、そう、楽しいの楽しいのみたいな人え、似てないなのちょんと <laughs> 楽しいな楽しいな」みたいな <laughs> ちょっと似てるよね,ね似てるよねちょっと自分でもびっくりしちゃった今汗。 いやもうほんとに面白かった面白すぎた普通にあ矢印の鬼はほんとにあの人も多分臭くないよ矢印の鬼もあの人潔癖だもんだってもう一日に多分5回ぐらいお風呂入ってると思うえでもねえそうあの首相みたいな人いたじゃん殿殿様みたいな名前なんだっけ 一番、もう頭も「はは」ってなってた人親方様そう親方様がおか親方様は絶対いい人なんか確かに禰豆子を食わないおかん様 <laughs> おかんさんおかん様ーって言ったら「親方様」って来られた悔しいよねそうなんかあれなんだっけ 当て,てこないそうそのねずこが鬼を食わない理由はないけどでも鬼を食う理由もない,みたいなだから僕たちも責めることはできないだからみたいなのはすごい深いと思ってなんかそうやって何て言うの勝手に決めつけちゃいけないんだなって思いました本当にそに。ちゃんとね相手のことも考えてる。 親方様は。本当に偉大だし、親方様,様様ですね。十一時ですね。毎回なりますね、時計が。ね、本当にいい方。でも、それだけ鱗崎さんは信用度が深いってことだし、きっと過去に。ちゃんとお仕事をしてたんだろうなっていうのが伝わりました。あ、鱗崎さんでした。 失礼いたたししましたもうでいい <laughs> もう入っちゃったの擬も遊戯でいいもん入っちゃったのそれで頭の中にでもう本当にもうそれだけ素敵ななんかもう気になって面白いねあれは。 遊戯はダメだって <laughs> 遊戯って言っちゃうのどうしても <laughs> あ遊戯をあっ遊戯をね遊戯をやってみたかったの昔カードゲームすごいなんかかっこいいよね「俺のタンドロー」みたいないのもやってみたかったけどルールが分かんなすぎましたよねでもねいいなと思ってた11の方ルイ倒してねそれで。 えでも1個思い出したそのの炭治郎のいいとこ一つもう一回言っていいですかワンンポイントそこがそのすごいさ家族がさなんかあのるいのねるいの家族ってさすごいやっぱりやらなきゃやらなきゃみたいなお母さんの時ねお母さんが「やらなきゃ私がやらなきゃ」みたいな時にお母さんはその炭治郎にやられる時に「あっ楽になれる」みたいなことを言ってたじゃないですか。そそのの時にその 炭治郎がちゃんん優ししい,い方をしたんですよそれがなんかえもう炭治郎ってやっぱ鬼の気持ちもわかるんですよそりゃ妹が鬼だしだからこそ炭治郎のいいとこって鬼,鬼と炭治郎が一緒に入れるいいところってそうやって鬼の気持ちもちゃんと分かれるとこだと思うしそれは炭治郎の良さだと思うので本当に。 毎回だってルイもさ倒れた時にちゃんと手当ててあげたりとかさ絶対炭治郎って鬼をその後その後ちゃんとちゃんとまあなんか優しくしてあげるのが本当に炭治郎の良さだしあんないい人いい人はもう本当にもうどこを探してもだって絶対欠点ってあると思うんですよ炭治郎に欠点ってある頭が硬いぐらいじゃない頭はいいじゃん努力家だし そう鬼も人間だったんだって鬼にも気持ちがあるってすごい深いなって思いましたギュウ踏んでたね <laughs> ギュウもでもタンチョルが踏むなみたいな鬼も人間なんだって言ったところはなんかがもう素敵だなって思いましたね ね、炭治郎確かに独り言多いのはマジ欠点炭治郎は本当に独り言多いよねなんかもう「早く早く」みたいな「もう急いで」みたいな気持ちになるもん確かに炭治郎は独り言が欠点ですね ぐらいかな、えー、もうでも伊之助がさなんか「なんだっけ気にしないでくれ弱くてごめん」みたいなとこも <laughs> 本当に面白かった可愛 <laughs> い,いね伊之助。 き之助けも可愛かったですね、あれは。潤太郎は可愛すぎるでしょうもう。あれ可愛い、だからゆきのことね、潤太郎って呼ぶよ、時々。ね、ほわほわがいい。なんかやめろ、ほわほわするだろうみたいな、その辺面白かった。これ以上俺をほわほわさせるなみたいな。潤 <laughs> 太郎。 春太郎、春太郎じゃ話してくんないですね。ゆき、ゆき、ほら <laughs> ゆきって呼ぶとねあの春太郎、春太郎っていう名前変えます今日から。春、えー、<laughs> 太郎、ゆき、ニコル、いのすけ、三治郎、ねずこ、まあどれも目合わせてくれないわ。 なんかもう嬉しい。楽しかったです。すごい楽しい時間をありがとうって感じ。なんか毎回アニメですね。三、二十分ぐらいあったのかな。二、三十分ぐらい。あったのが毎回五分に感じたし。なんかもう本当に素敵でした。楽しかったです。本当に。まあ。 ね、村田さんね村田さんだってね日本指しか怪我してないもんねもうおかしいおかしいみんなねボコスコされてんのにさ村田さんは日本指だけねまたね映画を見,に見るのかあ漫画を読むのかはまたどうするかは青おし次第。あでもいいなのね すごいねメモっっちゃったの一個すごい,いい言葉があってちょっとそのメモさひなの携帯のメモに入ってんだけどさいい言葉すぎてメモっちゃったのやばくないちょっと一回さ止まるけどさちょっと待っててねちょっと待ってねもしもーしそう帰ってきたいい 解き戻していいそういい言葉を一つ言うと炭治郎がその息の,その呼吸その全集中の呼吸を一ずっと使えるようにするための練習の時に言ってた言葉言います「努力は日々の積み重ね努力は日々の積み重ね」って。 もう確かにさ努力はなんか本当に努力することって本当に日々の積み重ねと思うんですよだからね本当にやりたいこととか頑張りたいことは努力すればきっと絶対報われると思うので皆さんもぜひ努力は日々の積み重ねなのでこれを掲げて皆さんひょうたんを割りましょう一緒に。 <laughs> 割れそうひなのもなんか今ならひょうたん割れる本当に自信あるわえサさやがコラボ配信しようどうやってやるのえ待って待って待ってやり方が分かんないってさやに言ってみて教えてって私今なら岩も切れるよ本当にでも岩切っちゃったらサビと出てこないからさわざと岩切らないかもしんないあざといから。 止めるボタンを押すえどうやってやるんだろうリクエスト え一旦切ったらみんなまた戻ってきて来てくれますかさやから来てくれよ。いかのひなのさ1回ね中ちゃんがコラボの仕方を教えてくれたんだけどなんかうん何これんなん,一回切るんあそういうことね。じゃあ1回ちょっと今日はね遊びに来てくださった皆さんでたくさんねすごいギフトとか投げてくださったので順位だけ読ませていただきたいと思います。でまず13位 お化けにょろーんってしてる方ありがとうございます青いお化けありがとうございます12位はすごいなんかツンツン頭のすごいなんて野球少年がスーツ着てるみたいなアバターありがとうございます次はお花を持ったくまちゃんありがとうございますあとはすごいかわいい女の子フートさんのアバターかなこれめっちゃ似てる勝手に古畑さんと呼ばせていただきました フラトさんのアバターありがとうございます10位9位はすごいクマちゃんをと一緒になんかキャってやってる女の子ありがとうございます。8位は夏バージョンのひよこの男の子ありがとうございます。7位あなんだっけあまた忘れちゃったラス,ラスカルラスカルありがとうございます。6位はすごいチョコのねなんだっけあのま マカロンをすごいイエイってやってる猫ちゃんありがとうございますすごいゾウさんがリボンつけておめかししちゃってる恋柱ありがとうございます次松丸くんよいありがとうございます次3位はスノーボーじゃないわス,スノーボーだねもうシューンとしてるあのペンギンさんありがとうございます2位はすごいこれは あれですね紫これはなんか「鬼滅の刃」に出てきそうでもこれは多分水の技を使ってるのでなんか炭治郎の後輩みたいな炭治郎の後輩ありがとうございます1位はひよこがねひゃイエイエイイエイイって言ってる赤上げてあげちゃった両方みたいなアバターありがとうございますそして本当にねたくさん皆さん遊びに来てくださってそしてギフトを投げてくださってありがとうございます是非 この後ちょっとコラボできるように私も準備してちょっとこうさやちさやさやとね軽くちょっと鬼滅の話をしたいと思うんでも絶対私ネタバレするのにもしネタバレが嫌だよって方はちょっとまた明日あ後っていつやるか分かんないんですけどまた遊びに来てくださったら嬉しいですでも今回のコラボはもうまたネタバレになるのでそこら辺はご了承ください。ではちょっとやり方分かんないけどやって 出るかやってみます <laughs>。バイバイ、またね。今日までのここまでの方はありがとうございました。バイバイおやすみ。じゃあね。あ、これ早そうだね。配信終了しなきゃね。バイバイ。